could stay like this, forever following you. Just don't get too far. I'll be right where you are. You're a dream that I could finally just want to always be, to always be. またかよ。結局そこが好きなのね、君は。皆さん、スクショタイムですよ、スクショタイム。一瞬寄り目になった。ヒルズサイエンスダイエット12ヶ月までパピー子犬よーってね。めっちゃ待ってる。行っちゃった。はい。
いい食べっぷりだね。待て、よし。今ね、静止画じゃないですよ、今の。バザ君どうすんだっけ。そうそうそう。よしちょっと長めに待ってみた。そうちょっとね、悪ふざけが過ぎましたね。満足げなバス先輩。いかせてね。ごちそうさまー。でね、今僕なんか食べようと思ったんですけど、冷蔵庫の中何も残ってなくて、しかも雨降ってるから買いに行くの嫌だし、そんな時はね、もうミルクティーで糖分を補いましょう。これでね、脳を覚ますっていうね。あ、そうそう、前回の動画で今度パスタとツーリングしてその動画をアップしますって言ったんですけど、ちょっとねやめようかなって思ってます。すいませんね、楽しみにしていてくださった方。ちょっとね、昨日の夜にパグを飼ってるバイカーさんからねちょっとコメントいただきまして、まぁ、ちょっとね忠告というか、ペロね、ちょっと待ってね。自分はバイカーです。余計なお世話かもしれませんが、バイクにワンコをその形で乗せるのはやめた方がいいと思います。転倒しないくらいライディングがうまいと思えないし。転倒したら、ファスタ君逃げられないですよ。もらい事故もあるわけですから、よく考えてください。ということで。で、ちょっとよく考えてやめることにしました。パグ飼ってるバイカーさんだから、ご自身の経験とかも踏まえてのご意見だと思うんでね。ちょっとね、そこは尊重して、それを無視して、遂行するっていうのはあんま気乗りしないですしね。まあ、あと単純にちょっと、ね、やる気がなくなっちゃいました。でもこの転倒しないくらいライディングがうまいと思えないしっていう、この皮肉の一文いらないよね。バッサ君またおしっこ。朝は結構ねおするんだよね。はい、バッサー、いけないぜ。そうコメントといえば皆さんもう一つ。ほら、山田勝美さんと僕が勝手にデュエットした動画あったじゃないですか。あの動画でなんと山田勝美さんご本人からコメントがありました。やったー、すぐご本人と繋がれちゃう YouTube 最高。めっちゃ嬉しかったね。いつもコメントありがとうって、いやー嬉しかったわ。優しい、めっちゃ優しい。山田さんありがとう、ね、このチャンネルは山田勝美応援チャンネル。バ